ローレスティーブ・ユルリク・ゴフリは、コートジボワール・アビジャン出身の同国代表サッカー、選手。ポジションは DF。コートジボワールのアビジャンに生まれる。5歳の時に家族と共に、フランスに渡り、パリ郊外で幼少期を過ごした。CS ・ブレティニのユースに加入し、キャリアをスタートさせる。当時のチームメイトに、パトリス・エブラがいる。その後、パリ・サンジェルマン FC のユースに移ったが、 トップチームで公式戦に出場することはできなかった。1999から2000シーズン途中、イスラエルプレミアリーグのブネイエフダテルアビブ FC に移籍。13試合4ゴールの成績を収めクラブは降格の危機を免れた。ブネイエフダを退団し、ナチオナルリーガー A のイベルドンズ、ポール FC に移籍したがクラブは降格した。2003年1月に、 セリエ A のボローニャ FC に期限付き移籍するが、所属した半年間で出場機会は得られなかった。翌シーズンからはチャレンジリーグの FC ファドゥーツでプレーし UEFA カップに出場した。2005年9月27日、スーパーリーグの BSC ヤングボーイズに4年契約で移籍した。1年でヤングボーイズを去り、2006年12月28日に ブンデスリーガのボルシア・メンヒエングラートバッハと3年半の契約を結んだ。2007年1月27日、エネルギーコットブス戦でデビューを果たした。2008年夏にボルシアにに降格し2009年12月に解雇された。2010年1月12日、プレミアリーグのウィガン・アスレティック FC に移籍した。2011から12シーズン終了後、契約満了により、 同クラブを退団した。2012年8月28日、マッカビテルアビブ FC に1年契約で加入し、12年ぶりにイスラエルでプレーした。2013年6月29日、ギリシャスーパーリーグのシコダクサン TFC への移籍が発表された。晩年はドイツの株リーグでプレーしていたが、2015年12月11日を境に行方がわからなくなり、 2016年1月2日、ライン側にて、水死体となって発見された。34歳没。2007年3月、コートジボワール代表として親善試合のモーリシャス、代表戦で代表デビューを飾りその試合で2ゴールを挙げた。アフリカネーションズカップ2008のも出場した。ありがとうございます。